おい団長、一騎打ちだ。さあ勝負しろ。今度こそは覚悟しろ。もう一回だ。もう一回俺と一騎打ちしろ。くそ、もう一回。おうおう、懲りずにまたやってるな。ベルシュラックさん、疲れちゃわないんでしょうか。ずっと突っかかってるあいつの体力もすごいよな。根性もな。ここまで負けず嫌いだとは思わなかった。こいつだけならまだいいけど、他の団員にも絡んで一騎打ちしてるみたいだぞ。よくやるぜ本当に。皆さんなんだかんだ引き受けてくれますからね。もしかしてよ、国を出る前のガウェインもあんな感じだったのか。似たところはあるが、さすがの俺ももう少し節操はあったぞ。しかしろくに鍛錬もしないくせに一騎打ちだけはしたがる。よくわからんやつだ。一応相手を見て試行錯誤で立ち回りを変えているようだがな。見ろ、フェイントを入れたぞ。今度は受け流しからの反撃を狙ってるな。ま、何にせよあの連動では団長にどれも決まるわけがないが。お前もよく見てるな。まあな。しかし見れば見るほど惜しいなあいつは。せっかく絡めて思っているのに、なぜ一騎打ちにこだわる。闇討ちに優れた力であろうに、ただの勝利だけはいらないということか。あいつなりに何か決して譲れないものがあるのかもしれんな。あいつに足りていない人のぬくもりの大切さを教えながら真意を探れればいいのだが。なんだ、どうした。いえ、とっても真剣にベルシュラックさんのことを考えてるんだなって思って。いつ思考を覗き見られるようになった。そんなんじゃないですよ。顔を見ればわかります。すごい、あいつについて考えてるぞーってバッチリ書いてあるぜ。バカな、そんなものを書いた覚えはない。本当にガウェインさん、すごく優しくなったなって。そう考えたら嬉しくなっちゃいました。貴様らには散々世話になったからな。俺は貴様らから教わったことを同じように伝えようとしているだけだ。それが俺に人のぬくもりを教えてくれた全ての人間に対しての恩返しだからな。そっか。でもどうやって伝えるつもりなんだ。そうだな、例えば俺が経験したように依頼をこなさせようと考えていた。だから依頼があったら教えてくれ。あいつができそうなものなら何でも構わない。できれば急ぎで頼む。あまり長いことベルシュラックを騎士団から話すわけにはいかないしな。わかりました、お任せください。なんだよ、依頼って芋の収穫かよ。魔物討伐とかが良かった。なんだとはなんだ、芋の収穫は大変な労働だぞ。芋の引き抜きは思ったよりも体に負担がかかる運動だ。現にこの依頼主は腰を痛め
この広い畑の芋を収穫することが不可能に。あ、はいはい、そうですか。つか、どうでもいいわ。貴様、本当に全く可愛げがないな。そんなもんは騎士にいらねえし。はあ、気空団の依頼って聞いてたから期待してたのに、こんなしょうもないんじゃな。やる気起きねえ。あとは皆さんでどうぞ。ほ、そのしょうもないことを貴様はできないというのか。あ？できないとは一言も言ってないだろ。他に依頼を放棄する理由があるか？できないのならば仕方あるまい。貴様はぐうたら昼寝でもしてろ。だからできねえとは言ってねえだろ。つうか、あんたこそできるのかよ。なんだと？なんだか偉そうに語ってたけど、ダルモアの英雄さんこそ力出しすぎて芋をダメにしちまうんじゃねえの？それじゃあ依頼主も困るよな。あんたこそ昼寝してろよ。俺が完璧にこなしてやる。ほう、ならば証明してみろ。俺より芋がうまく抜けると。望むところだ。うわへへ、どうだ、大量だ。あんたにこれがって、あ、いつの間にそんな量。貴様ずるしただろ。ふん、貴様のようにちまちまと芋を一つずつ掘っていたら日が暮れるわ。この手の依頼は過去にやったからな。こうして、ふん、芋は株ごと引き抜くに限る。見ろ、一度にこんなに取れる。うわ、すっげえ。って、知ってたぞ。今のは、ほら、あんたを立てて黙ってただけだ。は、苦しい言い訳だな。思わず感動していたくせに。うお、貴様、なんだその量の芋は。へへんだ、知ってたって言ったろ。っていうか、あんたよりいっぱい取れたし、俺の方が才能あるんじゃね。どうした、その程度。なんだと。うおー、この広さの畑だと一日かかっても終わらないって話だったけど。一瞬で終わらせちゃったんですね。あははは、すごい。はぁ、あ、はぁ、はぁ、いや、すげえけど何してんだよお前ら。こいつが張り合うからだ。めちゃくちゃ仲良しだな。どこがだ。そういうとこがだよ。何笑ってんだよ。俺はこんなやつ。お疲れ様、ありがとね。あ、誰だババア。バカ、依頼主だ。ババアはやめろ。いいのよ、若い子は元気でいいわね。おかげで助かったよ。そうかよ。あなたたちのおかげで、またみんなに美味しいお芋が届けられるわ。本当にありがとうね。ああ、そう。はい、これお礼。お金はまた別にお渡しするからね。何これ。焼き芋だよ。甘くて美味しいよ。うわあ、ありがとうございます。ホクホクで美味しそう。ゆっくりお食べね。じゃあね、ありがとうね。悪くないだろ。何が。人に感謝されるということは、誰かと一緒に何かを成し遂げるということは。別に普通だし、それに俺一人でも全部できた。そしたらあんたの分まで芋食ってやったのに。確かに俺と張り合うほどだ。一人でもできただろうな。だが二人でやった方が早く終わり疲れなかった。その事実は変わらんだろう。何より
悪い気分じゃないだろ。誰かと何かをするというのはそういうことだ。あんたがそんなこと言うのかよ。いいって今さら稽古なんて、俺できるから。は、基礎もできていない奴がよく言う。あ？できるから。ならば証明してみろ。来い。どこからでもいい。ち。まっすぐでいい立ち筋だ。嫌味かよ。そう捉えられるなら改善できることがわかるな。ちっ。まず踏み込みが浅い。真似してみろ。ああ。はあ。いい重さだ。あんた意外に教えるのうまいな。バカが。この程度は基礎の基礎だ。グレーンだって軽くできるぞ。あいつが嘘だろ。嘘なものか。いかに後方支援向きとはいえ騎士団長だぞ。見くびるな。奴の稽古では最初に教えていたことだ。真面目に向き合っていないからそうやって取りこぼす。うるっせ。なぜ鍛錬をサボる。無意味だからだよ。貴様。続けろ。稽古とか鍛錬とか続けたところで奇跡は起こせないだろう。英雄ロッドや賢者モルゴース、あんたの姉フロレンス、あんたらが起こした奇跡はこんなことしてても起こせない。ぶっ壊れてるあんたらの力をみんなが身につけなきゃ、ダルモアはいつか滅びる。そうだろ、ベルシラック。間抜け面した音ならばよ、三国同盟があるから大丈夫だってふぬけたこと言うけどさ、あれはダルモアと結ばれたわけじゃない。あんただよ、あんたと結ばれたんだ。あんたがいなきゃ同盟なんてすぐに破棄されるさ。力のないダルモアはすぐに滅びる。だから俺はどんな手を使っても力が欲しくて、新しい奇跡が起こせるように戦術を自分なりに探して、俺も英雄にあんたみたいに一人で戦える、一人で奇跡を起こす強い英雄に、大軍の化け物をたった一人で退けるあんたに、ダルモアを一人で守れるあんたに、ガウェインになりたいんだよ。そうか。ウェールズの軍勢にもフュージョンの軍勢にも劣る数しか出せないのに、才能と力をおごるからバカだと言ったんだ。そうだ、ガウェインさんはたった一人で大軍を退けた英雄なんだぞ。そんなこと知ってる。それと一騎打ちにやたらとこだわってるのも気がかりなんだよな。俺に数で挑んできたのは、俺の起こした奇跡をその目で見たかったからか。一騎打ちに執着するのも、一人で戦った俺に憧れるゆえか。だが未熟だな。ああ、まさか貴様、この俺がたった一人で奇跡を起こしたと本気で思っているのか。違うのかよ。だってあの時俺見てたぜ、あんたは一人だった。あの場ではな。だがあれは団長やフロレンスがマジックコアを裏で破壊してくれていたからだ。俺が戦いやすいように騎士団が敵を誘導してくれていたからだ。救護のために控えてくれていた魔導師団の存在があったからだ。そして何より
俺が守りたいと思えた国民の声があったからこそだ。だから俺は奇跡を起こせたのだ。人のぬくもりを知った今の俺だからこそ貴様らを守り通すことができたのだ。あれは誰か一人でも欠けてしまえば起きえなかった奇跡だ。そうだったのか。奇跡を起こしたいか、強くなりたいか。ああ。ならばなおのこと、真摯に鍛錬を重ねろ。騎士団でもう一度基礎を学べ。周りにいる者たちを見下すな。それは共に奇跡を起こす仲間だ。グレーンの指示もよく聞き、新しい戦術を生み出したいならば、今以上に試行錯誤し、切磋琢磨しろ。そうすれば、貴様が望む力は手に入る。国を守る力は、手に入るだろう。本当か？あんたを超えても、知らないからな。夢を見るのは自由だな。そうやって余裕こいてろ。あっという間に超えてやる。まずは俺をうならせる一撃を浴びせてからだな。ほら、かかってこい。おう、覚悟しろ。やれやれ、なんとかなったみてえだな。はい。二人とも楽しそうです。なんだよ、その紙の束。君がいない間にどうにかして君のしたいことを形にできないか、騎士団のみんなで考えてね。こうして書き出してみたんだ。みんなで協力すれば新たな陣形や戦術も探れそうだと思ってね。目を通してみてくれないかい？この通り一緒に練習を重ねればきっと満足いく方法が見つかるはずだ。あんただけじゃなくて、団のみんなで、俺のために。ああ、そうなるね。そっか、俺のためにか。そのありがとうな。本当に有意義な旅だったんだね。どういたしまして。ガウェイン、あんたもだ。ありがとな。気にするな。俺も似たような身だ。貴様の成長、心から楽しみにしているぞ。おう。任せろ。